ご存知ですかね、先週、はい、ドル円の円が6円円高になりまして、そこで動きってマジで歴代3位とかの動きで、しかもそれって湾岸戦争とかそういう大きな出来事ぐらいやんな。あと日銀の介入とかで6円高かったのは、うん、それがだって、うん、先週毎月発表される指標でその動きが出たっていうのがすごくない？思う？バーでは円安にめちゃ触れてたね。まあそういうのもあるし、影響もある。あとはまあインフレが終わるんじゃないかというみんなの期待、みんな期待してるよね。これちょっと説明しろよ、何で高なったって。え、なんで高なったか。消費者物価指数っていうのがアメリカの発表されて、その日何なんだよそれはよ。物価がどれぐらい上がってるかっていうあれや、指標やが予想より低かったわけですよ。消費者物価指数が低いということはつまりインフレが思ってるよりひどくなかったということです。それは、はい、インフレのスピードが緩やかになっていくみたいな。そうですね、ピークアウト的な、そういうことですわ、ことのふうに思う人が多くなったと。これでも実際毎月発表される指標やから、うん、来月また、そうそう、来月また上がる可能性はあるんやけど、みんなインフレは終わったと思い込みた。なぜかというと、そういうことやってる人って株とか持ってあるやん。で、株ってどうやって上がるかっていうと、金融緩和政策を取られると上がるわけやね。インフレがひどいと金利が上げられて、金融緩和政策なかなか始まりませんから。だからみんな、うん、もうわかりました。期待しちゃうっていう。はい。で、何が言いたいかと言いますと、今日の動画で。じゃあ、こんな変動する相場やめたらいいじゃないかというご指摘で、この丸刈りの少年がしてくれたんですけれども。僕が疑問に思ったのは、なぜそんな円安が円高とか、僕たちの生活にも直結するような重要な出来事の分野に投機マネーが入ることがもうなんか当然なんだろうって不思議に思ったんですね。それは固定相場制のやつだみたいな風に言われるのは、でも印象操作例は答えない。つまりやね、君が言ってるんって管理しろ、もっと管理しろってことだよ。いや、自由な取引を否定するということですよね。そこまでは言っていません。疑問に思ったと、すごい風車がられないけど言ったということでございます。はい、だからつまり変動相場制にはデメリットがあるってことや。急激な為替変動があって物価高にもなりますし、企業の売り上げも全然予測ができなくなると。予測できなかったらもうどういう設備投資とかをうまいことできひんくなるや。あ、非常にデメリットはあるじゃないかっていうことですけど、じゃあ固定、その逆の固定相場制に触れていきたいと。で、これを変動相場制って言うんだけど、ほんと逆が固定相場制ね。これだって1ドル、なんか120円ぐらいだともうちょうどええやんみたいな気分になるよ。あ、じゃあ1ドル120円、あなたがおっしゃったように、ね、1ドル120円にしました。どういう世界になるか。まずメリットからいくと、まあ為替の変動がないから、今言ったんだな、逆やな。まあ、企業の売り上げが為替に左右されへんから予測しやすくなるし、めっちゃメリットあるやん。為替がほんとならへんから、物価も安定するんじゃないかと思うんですけども。じゃあその固定相場制のもと、自由な金融政策を取ったとします。例えば、まあ、吉田丸王国、金利 10%。吉丸国、金利。選挙権を0歳にします。0歳から2校できんの。吉丸国は金利 1% とします。なんだよ、金利 1% って。僕の国にお金預けてたら、リターン 1%。リターンって言うかしらけど。もういい。君の方が得するってことだ。国民からすると。ということは、みんな、君の国の通貨を買おうとする。わかるこれ。うん。なぜなら、こっちの、金利が高いから、預けてるだけでお金が増えるから、で、しかも固定相場だから、為替の変動がないから、為替の変動ないってことはリスクがないよね。円安が円高とかならんから金利だけで絶対プラスになるよ。ここまでなんとなくいけるとは思うんですけど、でこれな、じゃあそのままみんな買うやん。じゃあ僕の国の、ね、国民も全員君の国のお金買うわけやん。でそうするんですよ、僕の国吉丸国にはですね、僕の国にはお金がなくなるわけですよ。みんなそっち行くから、しゃやろ。ほんだら僕低金利ですよね、 1% って言いましたよね。
ね、僕は何パーセントですか。君 10% の国え、すごっ、うん、で 1% だからパウエル超えてポウエルやん。どういうことや。定期に僕維持できになるわけしゃね、お金だってみんな 10% の方向やったら僕も 10% にしたくなるわけ。 10% 以上にしようってなるわけ。逆に吉田真理子君もめっちゃお金入ってきて、でもみんなに全部返さなかった 10% な、お金なくなります。あの国も破滅です。だから結局僕の吉田真理子君とあなたの吉田真理子君、金利が同じになります。うん、それが固定相場制の崩壊だと。崩壊というか、これそう、つまりどういうことが分かる。これ金利が全世界に同じになるってことは、まあ、独自の金融政策が打てへんくなるということね。金利を操作できるから。さあ、これはどういうことを意味するのか考えろ。つながったぞ今。考えろ。独自の金融政策が打てへんということはどういうことが起こる。世界政府に支配される。違う。つまりもし君の国でインフレとか起こったら、金融政策で抑えられる。コロナとか大地震が起きたら、そういうのが起きたら国民はこれは不景気になると思うわけやん。で、消費控えよう、支出控えようってなるわけやん。支出控えよう。そう。ってことはお金使わへんから、お金回らへんし、で、企業の売り上げも減る。これもどんどん不景気になるやん。これもスパイラルね。このスパイラルや。開いちゃいます。さあ、これどうする。目の当たりは勝手に。で、こういう時に金融政策を打つことによって、まあ、直すわけやん。こういう不景気は。でもそれがなくなるわけ。なぜ？なくなって固定相場にしたから。固定相場にしたから独自の金融政策打てへんねん。なんで？で、このフルスパイラルある。なんでな？これ終わらんねん。だから固定相場制っていうのは、めちゃめちゃでかいデメリットがあるよってこと。だから、今の先進国とかは変動相場制、こういう為替の変動があっても、そっちを重視して、金融政策っていうのをなくさへんよ。ん？なんで？簡単に言ってくれへんの？簡単に言ったら、固定相場にしたら、金融政策が打てへん。なんで金融政策が打てへんか、簡単に言ってくれへん。言ったやん、今。あ、金融政策イコール金利の操作。あ。国際金融、トリレンマっていうらしいですよ、これ。トリレンマ？そう、トリレンマっていうのは、犬の髪型。これ面白い。3つのうち、2つしか選択できず、残り1つは諦めるしかない状況を指す。これをトリレンマっていうらしいです。これ多分、日常生活とかでもあると思う。この2つ取ったら、この1つ規制にするだろうね。で、そのトリレンマの中で一番有名なのが、国際金融のトリレンマっていうので、この3つっていうのが、1つ目が独立した金融政策、2つ目が為替相場の安定、3つ目が国際資本移動の自由化。うわ、覚えにくい。この3つのうち、2つしか選べない。だから、どの2つを重視するか。1つは規制にしなかった。で、今の先進国は1つ目の独立した金融政策と3つ目の国際資本移動の自由化を選んでるわけだから、為替相場の安定は犠牲になってる。1と3を選んでる。為替相場の安定を取られてた時代は何が規制されてたんですか。為替相場の安定と、例えば金融政策を取ってたら3が無理や。国際資本移動の自由化、固定相場制の時代それが無理やったんですか。固定相場制は何でしょうね、ニート差を取ってたんちゃう。金融政策が独立した金融政策が取れなかったんちゃう。なんとなく分かってる。なぜ変動相場制、こんなに急激な為替変動があるのにずっとこういうシステムでいるのか。その理由は、で、相場じゃ思いっきりデメリットがあるから。なんで言ったやん、今まで何やったん。今まで何やったん。固定相場制やったら自分の国で勝手に金利を上げることができない。上げたり下げたり取れるやん。でもその独自の金融政策もやって為替相場の安定も狙おうとしたら、3つ目の国際資本の移動の自由化が取れない。え、なんでやったらいいやん。できひんねん。さっきみたいになるわけ。金利 10% と金利 1% ってこれ独自の政策、独自の金融政策取ってんねん、うん、で固定相場税の例をさっき言ったもん、うん、だからまさに1と2を選択した状態、うん、で話を進めていったら、うん、あなたの国で地震が起きたとき、うん、コロナが起きたとき、国は崩壊するということですよ。前提として資本の移動を自由にしてるから、こんなことやって。だからもし僕たち、君が鎖国して資本の自由化をせんかったらできるんちゃう。
変動相場制のメリットは、変動相場制のメリットは経済の実情が為替レートに反映されたり金融政策の裁量が増えたりするメリット。だからやっぱ金融政策すごい大事ってことだよね。金融政策の独立性というか独自性。金融政策っていうのはあんまり金利をどうするか、今はそうですね。今は今それが正しいとされてるから世界の主要銀行はしてるわけでしょ。今は強調されました。昔はどういう、昔は他にどういう、わかりませんよ。あんまり笑わない。なぜ未来が違うかと申しますと、パラレルワールド違う、ストジネスの会社。一銀がさ、まあ、異次元緩和金融政策みたいなやつ。異次元パラレルワールドでもさ、全然さ、失敗してね、まあ、結論失敗というか成功はしてないじゃん。ってことは金利操作してもあんまりうまいこといかんってことや。試行錯誤の途中やね。そうそう、そういうことですわ。まだなんかあるの言うのは。あるかも、思いつかあるかもね。だってこんなんすごい、あれでしょ、ケインズとかやろ。ケインズとかなんかなんとかっていう有名な経済学者いるやん。そういう人が思いついた、なんかとなんかを組み合わせた方がいいみたいなことかな。ちゃうから難しいな。でもその国の経済事情とかもね、ちゃうし、うん、これまずだって前提としてさ、経済を発展させるっていうあれ、そこじゃないじゃん。脱成長で、脱成長っていうさ、幸福度上げた方がいいじゃん。斉藤派そこまで大きくならはった、あの人。次は一発ギャグ動画です。やります。金利のモノマネ利上げした